こんにちは、ヒロチャンネルのヒロムです。いずれは通らないといけないであろうこちら、見たことあると思うんだけど、リーの服じゃないよ、辛さ20倍、なんか10倍とかもあって、他の辛さもあったんですけど、一番辛いやつ20倍買ってきました。辛いのはね、そんなに苦手ではないんですけど、めちゃくちゃ強い人からしたらめちゃくちゃ強いってわけでもない。だがしかし、辛いのはまあいけるであろうということで、こちらやっていきたいと思います。作り方、お湯で温める場合3分から5分。カレーといったらね、どこですか皆さん。そう、インドの人たちは素手でカレーを食べるんですよ。ということで、今日リーのカレーを素手で実食していきたいと思います。その間にご飯も準備しないといけないんだよ。こちら佐藤のご飯、米が炊くのがめんどくさい人はね、佐藤のご飯がいいよ。佐藤のご飯がこれだとね、電子レンジにぶち込むだけでできちゃうからね。佐藤のご飯を、やばくない？さあ、リーの激辛20倍よ、ほい、投入。はい、あー、いいね、いいね。あ、色は普通だね。朝ごはんですよ、朝ごはん。リー20倍カレー食べます。いただきます。インド風か。インドの人はね、なんと一緒に食べるんですよ、カレーは。あ、やばい、あ、辛い、あ、熱い、辛い、熱い、お、辛いぞ、あ、あ、熱い、熱い、あ、熱い、熱い、熱い、辛い、やばい、やばい、うわ、これはすごいわ、やばい、やばい、やばい、20倍、やばい、20倍。ということで、手で食べるのは無理でした。やめましょう。ということで、うちにはね、すごいおしゃれなスプーンがあるんですよ。そう、こちら、そう、先日誕生日でね、ちょっともらったんですけど、もう、そう、どれを使おうかな。ヒゲ男爵でしょ、ヒゲ男爵でしょ、ヒゲ男爵、どれを使おうか迷っちゃうよね。スプーンのありがたみがわかる。カレー、今日の朝ごはん、朝一発目、激辛リーの20倍だよ。なかなかこんなクレイジーな朝食を食べる人あんまいないでしょ、朝っぱらから。あー、超辛い、水飲みたい。水も水分一切なしで全部食べきります。飲み物一切なしで、辛いね。うわぁ、うん、口の中が、うん、水が飲みたい。ラストスパートが出ていこう。あ、喋ると痛い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 。コメントできないからね、これガチでコメントしてる理由ないから、これマジな。これでただ食ってるだけのことがなっちゃった。これぶっ倒れるんじゃない。見て、皮が赤いよ、皮が赤いんだよ。あ、やばい、あ、やばい、汗出てきた、ほら、汗出てきた、汗出てきた。だからね、冗談じゃないからね。完食しました。ありがとうございます。水水水水、辛い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 、はい、なんとか完食いたしました。ごちそうさまです。水を、水分を一切飲まずに D20倍カレー。さて、これ落ちてきちゃってるの、これ汗で、汗で、これすごいでしょ、うん、朝からストイックすぎんだよこれ。なんだ、さっぱりからこんな動画なの。風が強いからいけないんだよ。外で動画撮ろうと思ったのに、風が強いから今日この動画にしたんだよ。超辛いからマジでみんなも一回食べた方がいいです。普通にスーパーってこれ辛い企画はあんなでやってくださいね。以上、ヒロチャンネルでした。バイバイ。ちょっと動画終わっちゃったんだけど、見て、マジな方で、ほら汗やばい。